だいぶやってる感あるね。いやーです。今スカラブリいいね、程よいな。リアルだわ。リアルだわ。すぐには効果が出ないっていう。だいぶシュールな動画だね。シュールな今ので何割ぐらいですか？
パー満振りの何割ぐらいですか。5割ぐらい。7割ぐらい。7割ぐらいですけど。7番だよね。ちょっと温まってきたんじゃないですか。はい割と当たりが良くなった。昨日のラウンドで1回もこんなの出なかったそうですよ、広島行ってたもん。広島行って昨日東広島でラウンドしてたんです。スコアは何とか139です。それはどうなの今までで。微妙です。微妙。今までだったら最高値なんです。あ、今までで一番いいの、はい、2月から始めて170、150、149で139。おいいねいいねいいね。なんで次は129いけるかな、はい、そううまくいかな。ちなみに今カープやってて。あ、俺やってるね。そうなんです。いいよいいよいいよ。ちょっとこれに見せて、これに、そのスマホを。え、今これは三振に抑えたんですか。三振に抑えました。何対何ですか。4対3で負けてます最初先制して、逆転されて、逆転し返して、逆転され返しましたなんて面白い試合展開なんでしょうか、これはゴルフしてる暇じゃない。ゴルフしてる暇じゃない。こういう時は、こういう時はですね。じゃあもう帰るか。どっか野球見れるとこに。ラジコで。ラジコで。ラジコで。はい。これで、はい、中継を聞きながら、はい、RCC の、はい、でそれをしながら打ちっぱなしをするっていう手があるんですけど。いいよやって。ジャイアンツね、はい、ジャイアンツ買ってます。あ、使ってます。ジャイアンツ。あ、ジャイアンツ。買ってます。みんな使ってるでしょ。プロ野球走行でしょ。ですね。イヤホンで。それはみんな出るでしょ。そっかそっか。Bluetooth で。Bluetooth でつないで。ああ、はいはい。ところがですね、充電
し忘れて、なんでそこまで面倒見きれない充電し忘れて今何も聞こえなかったんです、さっきやったら残念今日は中継は聞けませんなんか充電するあれない、あそこないんですよ、そうだ、ね、お家から持ち出してから来て、コード的なやつがないのよ、そうコードもないしなのでちょいちょいこれで音、音出し音、あこれあれそうな気がするんだね、ね、あ同じリカここでラジオ流すのはマナー違反かな、さすがにな、さすがね、株主氏がちょっと流します、歌った歌った、誰だ誰だ、あいさ翼が打ちました、あいさ翼が FA 権獲得しましたけども、国内 FA どうしましょう私すごい成績良くて出て行っちゃったらどうしよう、丸みたいに、今日はそう、あのカープの先発は野村祐介投手で、73球で、3回と、3分の2で4失点で降板しまして、レグナルト投手が、ロングリリーフですかね、相手はどこで、先発は誰ですか、ヤクルトで原樹里投手なんですよ、この間フライデーされた、フジテレビのくじパンとフライデーされた今絶好調なんじゃないかっていう講師ともに成績もね、これ使うからね、これいいですか、これいいですかね、そうですよ、2勝していて15歳、アラジュリとかさ、はい、かっこいいじゃん、はいはい、かっこいいですね、カープ女子から、はい、他球団のかっこいい選手とかがどうなの、でもなんか興味ない、自分の球団の、自分の応援してる球団のカープの選手をかっこいいかっこいいってあんまりキャーキャー言うと出たカープ女子にわかっていう風潮があって言いづらい傾向にあって、他球団の選手の方がなんかなんだろう、素直にかっこいい人はかっこいいって思えたりとか、あとなんかその何ですかね、カープの選手はもう家族みたいな愛なんですけど、他球団の選手の方が何今のかっこいいみたいに思いやすいかもしれないですね、ちょ古田さんが一番好きな広島以外の選手でかっこいいなとか、選手が大好き、山岡大輔選手、オリックス、オリックスのこう、なんだろう、彼広島出身で、全然カープファンとかなんかそういう感じではないんですけど、広島っ子で瀬戸内高校っていう、もう本当にマツダスタジアム近くの、ちょっと広島バイアス入ってるな、入ってるんですよ、ルックスだけで言って、あでもルックスもなんかちょっとやんちゃっぽい感じの、なんかちょっとなんか怪獣っぽい笑顔が可愛い感じと、なんか体はちっちゃいんですけど、野球選手にしてはなんですけど、その小さい体でダイナミックな投球をするっていうのはなんかちょっとこう胸キュンポイントです。カープちっちゃいピッチャーいないんですよ、長身の結構投げ下ろし系が好みで、ドラフトでも率先して高身長を取るので、そう180センチ以上ある選手がほとんどなので、そういうこう低身長のピッチャーが逆にこう新鮮みたいな全然ゴルフの撮影じゃねえおやおや、そう野球の話するとね止まらないですからね、あ、公式今日打ってるじゃないですか、第1打席ね、ちょっと打率も
2割に届いたらいいんですけど、今日はあ、でも今日みんな安定して打ってますね。やっぱ3回で3点入ってるだけあって、あ、バティスタホームラン打ってる。広島カープをあんまりこう詳しくない人に向けてちょっと教えてほしいんですけど、はい、もう菊池っていなくなっちゃうみたいね。いや、それはまだどうなの、古田さん的にどう見立てとして、ま、そうですね、でもポスティングなので、ポスティングってやっぱり前田健太投手がされて、多大なるお金を球団に残して出て行ってくれて、はい、やっぱりこう海外 FA とは違う、やっぱりこうなんて言うんですかね、こう潤沢な資金がね、球団に入ってくると、それはこうある種恩返しというか、もう国内 FA で出て行っちゃうよりは全然なんて言うんですかね、行ってらっしゃいっていう気持ちはあるのと、あと個人的にはやっぱり結構そのインタビューとかで海外の経験のある選手、外国人投手とかに話を聞いたときに、その菊池選手の守備はメジャーでも、見ないぐらいやっぱり一番優れているよっていう話を結構どの投手からも聞いたので、選手からも聞いたので、なんかこう見てみたいなっていう、世界レベルでの菊池選手を見てみたいなっていう個人的な気持ちはあるんですけど。確率何パーセントで見ますか？そうですね、でもやっぱり今季優勝して、まあまあ、希望としては日本一になって送り出すっていうのがあると思うし、多分球団もそれを望んでるとは思うんですけど、どうなんでしょうね。で、成績がものすごく悪かったら、まあ、出ていくことは、そのチーム、彼個人の成績が逆にもうこう下降戦でいったりとか怪我しちゃったりとかしたら、それはね、求められなきゃいけない、やっぱりそういい時に行かれるのがいいと思うんで、そう、ただね、こう私も打撃は2割7分で、本塁打もねありますよね、3本打ってるし、でもなんかこうあれですよね、こう名門のこう大学を出ないで、でドラフトもかかるかわからないって言われてた選手がカープに入って、それで世界で野球をするって、 WBC とかの時点でもちょっと胸が躍るというか。菊池ってドラフトない？ドラフト2位ですね。ドラフト2位 でそれもなんかちょっと意外というか、結構その、まあ、多分本人も2位で来られるって思ってなかったというか、 ご家族とかもちょっと意外なこうドラフトだったと思うんですけど、そう、もしそう育成枠だったらどうするかなみたいな話もあったっていう聞いてたので、そう、大学時代バイトとかもして野球やってた青年がメジャーの舞台に行ったら面白いですよね。とは思う。でもカープが強くなったり、カープの雰囲気が変わったのは菊池選手のおかげだとも思うし、やっぱムードを作ったりとか、そういう存在がいなくなっちゃうのはすごく痛で、複雑ですけど、ね、どうしましょうね、これからのカープ。相澤翼、菊池涼介、ちょっとゴルフの絵撮らせてもらっていいですか？すいませんでした。すいませんでした。ちょっと。